間違いなく自分たちの試合だったし、押し込み時間も長く作れて、まあ、理想的な形で先制点も取れて、ほぼゲームプラン通り、まあ、先制点取るまではいけてたと思います。レオナルドからレアンドロからクレビーには、ここは PK だ。大谷はどう読むか。逃げ切る、追加点を取る、2つとも求めれるところだと思うんで、そういう監督のゲームデザインというのは、まだまだピッチ上の選手ができなかったし、後ろから見てる僕がもっと言うべきでしょう。まあ、守備の部分に関しても後ろの選手じゃなくて前の選手が追ってくれてるからだったり、限定してくれてるからっていうのはあるんで、まあ、守備の成果っていうのは個人の成果よりチームの成果の方が大きいと思うので、まあ、そこは毎週しっかりミーティングして向上していけるようにはしてるんで、少しずつですけどそういう部分はできてきている試合で出だしてるのかなと思います。拾った、ファンマへ、さあファンマ、ファンマ入れた、小島よく止めた紙福本、まあ、紙福本よくあそこをコース読みましたね、まあ、見てる方だったり、まあ、周りの声だったりは分からないですけど、まあ、僕らの順位的にも結果を求めに行かないといけない時期ですし、順位にいるんで結果を求めて行く中のプレーが今のベルギーのサッカーが一番近道だと思って僕はやってるんで、そこは結果か内容かどっちかっていう話じゃなくて、結果を求めるためにこの内容を突き詰めて、それが一番結果に近いと思うので、チーム全員でこのサッカーをもっと深く突き詰めていけるようにして、距離に関わらずですけど、毎試合サポーターの方がホームアウェイ どこでもやっぱ来てくださることが僕たちの力になるので、ベルディファミリー一丸となってアウェイの地でしっかり勝ち点取れるように全員で頑張りましょう。